呼ぶんですけどね、4号本言うんだけど、ちょっとね、はっきりわからんね、これは。谷の中にね、全幅が広がるって、まあ珍しいんだけどね、これ。これにね、看板あるんやですね。サミタ調整池。前方後編法。という呼び名はないね。ちょっと行ってみましょうね、これね。ここずっと歩けるなってね、こんなのすごく広いね。こんな谷の中にね、前方公園見たことないね。いろんなとこ見たけど、あ、これ建物があるんだけど、あれ入れるのかな、少しね。建物があるんだけど、これね、横通ってても全然わからないですね、ここね。名前からここにあるのかね、見てたんやけどね。どんな広がってるかな、これ。ここはね、ずっとね、そのままだったんで、入れないみたいだね。サミタの古墳はね、このちょっと見上がったとこあるんやけどね、いつも見ましたけどね、サミタっていうのこれは向こうの方近いんやけどな。ここはここも入られない。このね、広いんですけどね、中入れないんですよ。ちょっと中で入らせてくれているんで、どこも入れそうないね、これ。箱がまあ、ここやば、入れないな、これ。入れないです、これ。サミタこの辺歩いたんだ、この辺すごいことかったな。あ、入れないですね、これは。全く入るとこないですわ。なんか建物があるんやけどね、入れないか。ああ、入れないね。入るそうで入れないな、これ。入れまへんな。これ、古墳があるでしょ。横通って全然見えないね。谷になってるしね、ここね。
谷の下に古墳があるというのもちょっとなかなか珍しいね。いろんな古墳見たけど、それで、ね、山の稜線が多いですね。で、ここら辺で上がれないな。やっぱ全然上がれないです、これ。中の建物も全然見られへんな。残念でございました。まあ、北三丁目。ほとんどバス通ってないね。いや、入れないわ。どこの持ち物かね、県の持ち物かね、これ。一応前ってもらうのに、何も見られへんね。向こう反対側しか見られへんね。なんか歩くような感じがあるんやけどね、入られない。ほら、全然入れないわ。石もあったもんね。なかなかね、次に入れない。次ね、まあまあ一回見ときゃね、どんなんかね、分かるんで。すごいね、すごいですね。ここ見えるかな。見れませんわ。一周回ったんやけどね。ここからね、入られないね。お、中これみんな入ってるぞ、ここからこれ。危ないけど入ってるよ、これ。あの向こうに建物があるんですよ、あそこに。あれなんか入れんかな、おじいちゃんやけどね。向こう全然入れないですか。全然見えへん気なねんね、ずーっと回ったけど。石垣でさっぱり見えませんわ。ね、ずーっとこんなに回ってきましたけどね。ここはね、連邦公園運送です。残念でございます。まあまあいい感じですね。